これって、もしかして。見た？見た？あ、いや、その、見てない。嘘！いやいやいや、本当本当。その顔が見た言うとるよ。通信システムに接続。こちらコードナンバー138、作戦継続に支障なし。また君か、黒峰朝日。こんなに遅くまで残り一体何を。白神陽子。貴様、どこの星の者だ。え、異星人なのだろう。いや、私吸血鬼やけど。白神、自分で言っちゃう。てか委員長、星とか異星人とか言ってたけど、もしかして宇宙人。ゴミは捨てちゃダメっすよ。こら、あんたは黙ってなさいってあれほど言ったでしょうが。握りつぶすわよ。ないっすよ。何が服の神よ。実は私はメガネとお話できるんですとか、不思議ちゃんもいいとこじゃない。いい加減受け入れてくださいよ。分かった、静かにしろ。授業に戻るぞ。この単語を習い、前に出ろ。ああ、遅い。すいません。何をしている。それは外部ユニットだ。あー、そっか。服脱げるって聞いた途端、いきなり何を。ドン引きって、なんで白髪まで引いてんの。って委員長も。俺が作ったんだそのフィギュア。だから脱がすとか関係ないから返して。何、そんな見えついた嘘までついて。変態よ、変態。逆効果って。だからなんで白髪まで。おい、全然分かってくれてないことは分かったよ。私に何をするつもりだ、エロミネ朝日。もう助けるのやめよっか。すまない。なんじゃねえ、こそ。さっきからじろじろ言って。すいません。言いたいことがあるなら言うて。何すんねん。お前も何拍手すんねん。すいません。タイム。何わけわからんこと言っとんじゃん。あれ話さんかい。好きさえ出とるやな。あ、黒美奈くん。はい、聞いてる。私の名前はシシダシハ、狼男です。今は普通の女だけどね。ここに何しよった。死後の体はの、俺の体でもあるやぞ。ああ、いや、それは事故です。やっぱり何かしよったんか、俺の体に。吸血鬼に宇宙人に狼男。本当、ここまで来たら。黒峰さん。この角ですか。に雰囲気が。やっぱりこの子。尻尾が。いない、尻尾がないんだって。白髪。いや、そら普通ないやろ。あんた、まあ、からかいがいのあるやつらよ。貴様、何を釣ったって。何をこんなところでフラフラされているんですか。離せ、角を持つな。取れたらどうする。しょっちゅうご自分で取り外してらっしゃるではありませんか。